アリスベンリアルカンタラは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手。ウトリョーダ、MLB のロサンゼルスエンゼルス参加所属。2008年11月3日にシカゴカブスと契約して、プロ入り。2009年に、参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグカブス1で、プロデビュー。65試合に出場して打率。275、3本塁打。32打点。 20盗塁を記録した。2010年は A-9 ボイシホークスでプレーし、59試合に出場して打率。283、3本塁打、24打点、7盗塁を記録した。2011年は A 級ピオリアチーフスでプレーし、99試合に出場して打率。271、2本塁打、37打点、8盗塁を記録した。 2012年は A 級デートナカブスでプレーし85試合に出場して打率3027本類打、51打点25盗塁を記録した2013年は A 級テネシースモーキーズでプレーし133試合に出場して打率27115本類打、69打点31盗塁を記録した7月には フューチャーズゲームに選出された。オフの11月20日にカブスとメジャー契約を結び40人枠入りを果たした。2014年はトリプル A 級アイオワカブスで開幕を迎え89試合に出場。打率3百7十0本類が41打点、21盗塁と結果を残し7月9日にメジャーへ昇格。同日の新品ティレッツ戦で メジャーデビュー。二番、二塁手で、先発起用されたが、4打数無アンダーに三振に終わった。メジャーでは、多くの出場機会を得て、最終的に七十試合でプレーし、打率は、二百をギリギリでクリアしたレベルだったが、二桁本塁打を、放地長打力の一角を見せた。ディフェンス面では、中堅手と二塁手で起用され、どちらのポジションでも DRS で、プラスの数値を記録し、 剣手を発揮した。2015年、カブスでは11試合に出場しただけで、打率、077、1打点、1盗塁、オプス0.303という低レベルな成績に、終わった。守備面では、2塁を8試合守って1失策、守備率、970、DRS0、ザーマイナス1.9という内容だった。他には2試合で3塁に入り、こちらは、無失策。 DRS0、ザー・マイナス0.1を記録した。なお、マイナーでは、トリプル A 級アイオワでプレーし、120試合の出場で打率。231.125三振と、荒さが目立ったが、13塁打、12本塁打、16盗塁と、パワーとスピードを兼ね備えた成績を残した。守備は、一塁手を除く、全内野のポジション及び、全外野のポジションを守り、 最多だったのは2塁の74試合で13、失策だった。2016年はチームを出るまでに、トリプル A 級アイオワに所属し、トリプル A 級アイオワだけとしては打率。263、5本塁打二21打点、21盗塁を記録した。守備は51試合で2塁に入り、4失策だった。 オークランドアスレチックス時代2016年6月9日にクリス・コグラントンのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍した移籍後はメジャーで16試合に出場して打率211 2打点3盗塁を記録した新シ,シナキレッツ時代2016年10月6日にベーバー工事を経てレッツへ移籍した2017年8月12日にディーフとなり14日に マイナー契約で参加の AA 級ペンサコーラ、ブルーアフーズへ配属された。オフの11月6日に FA となった。2018年4月8日にメキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズと契約した。5月4日にオアハカウォーリアーズへトレードされた。8月14日に放出され、同日にティフアナブルズと契約した。 2019年2月23日2019年1月3日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。この年は、参加の AA 級、ビンガムトン・ランブルポニーズとトリプル A 級、シラキュースメッツでプレイし、2球団合計で119試合に出場して打率。286、15本類打58打点、21、盗塁を記録した。オフの11月4日に、 FA となった。2019年11月25日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。